先ほどちょっと言いましたあるお寺さんが本を送ってきてくれたっていうのもですね、こういうところをやっぱり座っておられるんですね。ただそれを本科学さんたちは、浄土真宗はただ弥陀様だけやと、念仏はもはや往生のには用事がないんやと、そんなことがあるかとこう言ってね、そういうんですね。だけどご文章をいただいたらですよ、その念仏は仏頓放射の念仏であって往生のためとは違うと、こういうことを蓮如さんもおっしゃっておるんですね。だからそこの違いを正しく解釈するということになったら、自分が考えてやっとったら500年当たっていけないんですね。そういうところにやっぱり良き人がないとですね、文字だけ解釈している。でこの御門は伝道大師や法然上人の教義、伝道様や法然上人はこういう教え方なさった、念仏念仏念仏と言ってます。それは観無量寿経のご教義であってですね、これを一行往生門と言って行の姿で真宗を教えてくださっている伝道様や法然上人は、新人の姿じゃない行の姿、念仏という行の姿なんですね。だから形から言うたら行なんです。中身は真なんです。行と真とが一つになっている。真行通称真人と行、真人とお念仏とが、称名念仏とが、これ一つになっているんですね。だから表から見たら念仏の行、中身から言うたら真人なんですね。でまた行中精神中のは念仏の中に真人が入っておると収まっておると、まあ、こういう言い方を塩学では言うんですね。また真行優勝直、真人と念仏とが互いに行っていうのはトロピアを中心ですからね、トロピアを追って接しておると、トロピアを追っておると。だから新人かと言うたら念仏、念仏かと言うたら新人やと、こういうね、と言ってこの御門の支援をいただくことはなかなか難しい。これが浄土宗の、当面、浄土宗のおすすめはこれなんですね。でだから蓮如様がご苦労してくださ、特にご苦労してくださったのはですね、当時の京都の、浄土宗の本山、清陰屋とか青山とか、あるいは百万遍とか、東条権印とか、あそこら浄土宗の本山4つございますので、これが皆ただ念仏してなんですね。別に念仏念仏なんです。本当それが一般の人々にはですね、とにかくもう念仏したら助かるんやと、寝仏してたらいいんやと、そういう方に受けてしまう人たちが圧倒的多かった。だから蓮如様の御文章の中で、ただ口に座に南無阿弥陀仏と唱うれば往生するように思える人が多いけれども、それは大きに大つかない人であって、教義中の中にそのように教えておるご修士もあるけんどとおっしゃるのはね、あれ浄土宗の聖山金泉古本町楽寺という、町院屋とか聖山のお寺、あるいは少女議員とか山の百万遍とかね、あれが皆そういう教え方しておられた。だからこれでは親鸞聖人の一番ね、正確な本願の心と阿弥陀様の心というものに触れずして、ただ自分が念仏したらええというような、安易ないわゆる自力の念仏になってしまっていると、これはもってのほかということで、親鸞聖人が蓮如上人が御文章でね、弥陀を頼むということが大事やと、
神田様が助けてくださるから助かるんであっていうね、自分が念仏したから助かんと違うとか、念仏は自分が念仏してんと違うんやと、念仏させてくれるのが本物の念仏やと、だから念仏は南無阿弥陀仏や、南無阿弥陀仏と念仏とはごちゃ混ぜしてるんです。これが、今日でも非常にですね、一般の人々たちの中にですね、この使い分けがですね、はっきりしてない、曖昧なんですよ。まあ確かに本願寺はですね、そのようなところではね、念仏の声を世界にってこう言ってくる。それを先ほどのお坊さんはそれを指摘するんです。念仏の声を世界にって言い持ってやな。で、片方では念仏は声を違う。どういうことかって。それは、広い意味での有念仏と、五章の一大事を解決するのは何か。いよいよ切り詰めたら、これは真理になった。阿弥陀様の仏事一つ、ご本願一つと言うてるだけならあかんと。ご本願一つで阿弥陀様のおかげ一つやと言うてるだけならあかん。それ一つになりきらんかいと。なりきったとこは真理やないか。阿弥陀様のご本願で助かるか助かるかって言うてるだけやったらね、まだ、これは、地芸本部ですよ。地芸共同ですよ。ここだけです。その通りに、身も心もなりきったところは新人です。なりきったところまで行ったのが新人役。だから新人はそのまま、与田さんの本願が生きてござる。生きたご本願と新人とは一つやと。そこを蓮華様が、しきりにおっしゃってくださる。信頼性が元になってくる。この念仏ということですね。この念仏というものがですね、ただ口に唱えるだけは念仏やと言うて、この証明と、証明は念仏と、蓮華様はだからそこをですね、使い分けしてくださっている。証明は念仏とすべきものになるって、わざわざ念仏すべきものなんておっしゃるんで、証明は念仏すべきものになると。しかしその証明の念仏はもはや往生のためのものとは違うと。で、信じると。で、証明の念仏も信じの念仏も、その信じは先ほど言いましたように、本願名号そのものですね。本願名号そのものと一つになった世界ですから。だから信心って言うけど、それは、その本質は如来様の仏心であり、ご本願力であり、南無阿弥陀仏様であると。こんだけをですね、実は真宗では真宗で、まあ真宗ではですね、よく念仏って言うてるんです。こういう、これだけを念仏って言うてる時の念仏と、こういう使い分けする時の念仏とですね、やっぱある程度、整理しとかないかんのですよ。五分章の念仏は、この流れを、まあ実際はこの、まあ三つで言うんですけどね。本性で念仏とおっしゃるのはこのところですよ。証明の念仏すべきもの。蓮華様の念仏とおっしゃるのは、ねえ、実際言うたら、これ全体を念仏、これを念仏って言うておられるんですよ。言うておられるんですよ。慣れならば言ったら念仏ということは、仏を念ずるんですよ。念ずるちと、仏様を念ずるちことは、仏様を憶念するちことです。憶念。
で、この仏って言わないですか。本願であり、本願であり。本願であり、本願的には仏様です。聖書の阿弥陀様の人たら、本願的には阿弥陀様です。これが名前だわ。南無阿弥陀仏をお供えするというのが本間の念仏なんです。南無阿弥陀仏をお供えするということはこの、阿弥陀仏の無料力不動これを覆面する。これは龍樹菩薩です。龍樹菩薩はこれを知る。あの仏の無料力不足を念ずると。これは生歌仏を覆面するということ。一緒なんですよ。阿弥陀様の異人不足ですね。異人不足を深しにとこういうですね、大仏の時点にはこうなりますね。異人不足を深しにと。無料力不足の異人不足。これをこうと広く広げて阿弥陀様をご参観するときは無料力不足、一時不足、それを一言で一個の中に収めてしまう。そのときはこれ略とこうと、こう略で語れば阿弥陀様主の名前が一句なんですよ。六字なんですよ。それが本願力って一言になるんですよ。その本願力なり名前の動物を、ね、広げたら無料力不動物、異人不動物、それを念ずる、お願いする、それを頼むと、念ずを頼むということと、億年というのと、この年というのは億年であり頼むということですよ、ね。またこれに奇妙するということですよ。年というのは奇妙ですよ、ね。あれはこれを信ずるというのと一緒ですよ、ね。あれは聞くというのは問心です。これ年、ね、というのは年になるわけですよ。ただ仏を念ずる。仏を寄付、仏を信ずる、仏を頼む、仏に決めをすると。これが念仏なんです。ね、仏に決めをする、仏を頼むだったら、これ信じさせてください。だから念仏のですね、念仏さうとこは、信じてあるとこ、ね。で、そのね、信じにある、念仏が今度は人間体を持ってますからね。これが三合にこう出るんですよ。これが心でならば、こっちの方は身の方にね、体の方にこう出てくるんですよ。自然にそうなってくるんですよ。心にあるものは外へ出るんですよ。これは内にあったら、内のものは外へ出るんですよ。蓮如さんは、こう、ね、思いうちにあれば、思いがうちにあったら色を外に現るとこに、だから信心がそのまま念仏になってこう出てくる。だからこれ同じもんなんですよ。一つの通とか別のと違うわけです。ただしその場合に、ね、心が身の上に現れる、心の中にあるものは顔に出る、牛のものは外に出るという時には、我々の世界においては、本物の世界においては言語があるんです。時間的にやっぱり前と後とがあるんです。言語しょうがないですから。これは人間の世界にはこうある。仏様は言語なしですよ。我々は言語があるんですよ。三合、ふにやけれども、おのずから前後があるんですよ。これは本部の制約なんですよ。
周りの世界の制約なんです。そしたら、そこで大きな問題が五条助かるそのに、その欠如の思念ということになると、この無常迅速の中では時間をやっぱり決めつけることがいかん。人間の命というものがこれ無常の命です。無常迅速と、無常迅速の人間において前後があったらですね、この前の時にはここでは生きてないってこと、この時はもう死んでりゃ分からん。そういうこともないことないわけ。あるわけ。人の命というのは前だって後なしだとか、そのくらいですね、際どいもんやから。さあ、そしたら、阿弥陀仏の無量寿菩薩を聞き、信じ、あるいは奇妙する、頼む瞬間に、ほとんど命が終わったら、何も無も言わせる命が終わったらどうなるかという問題が出てくるわけ。また念仏も出なくても、もう大丈夫と。それほどの無量寿菩薩やと。そしたら、ここでですね、ここで、これで欠如する。またこの欠如の以後のこれがこう相続していくんやから、欠如以後のこれは相続やと。念仏上の念仏は欠如心の相続やと、ね、だからここで往生欠如する、これが勝因であってですね、これが勝因であって、相続はもはや勝因というのは二つもあるもんじゃない。そしたらこれはもう一位になってしまう。これは否認や、全部とは否認や。ここで決まってしまったらもう二つ持ってくる用意がない。これで往生一条になった、あとはね、それが続くだけのもんで、どこへ出ようが、どこへ出ようが、そういうものは一個、多いも少ないも関係せんと。大事なのはここやと。だから、ね、念仏は、正明念仏は往生のために品やと言うて、信心と正明念仏とのですね、この暗い分けをスカッとされたのが、親鸞聖人であり、五分聖なんですよ。この念仏大社法然上人は本田と一緒にしてごらん、本田と一緒にして念仏と言ってごらん、この信心はもちろん生阿弥陀仏の信心ですけどね、まあ、ここがそれを先ほど言ってやった、これが信心でしょ、こっちの方が行でしょ、だからこの行と信とが総称しておるとか、世の中に信を接しておるとか、信を通称へとか言うてあるの、これ、ね、これとこれと相続にして念仏とおっしゃってるわけです。しかしそれでは無常迅速の者にとって、ね、念仏が出ないような人は助からんのかっていう、そういう、ね、非常に際どい問題が出てきた時にはこれ答えられないわけです。そこを親鸞聖人が一年の信心を持って往生寿命の時刻と定めて、それから以後に命の上は自然に正明念仏として他年の正明と習うと出てくるとか。だけど地獄極楽の分かれ目はここや、これが分かれ目やと。一年単円という、両方が必要やと。いう、そういうのんきなことを言うてられないわよりやと。そこまで細かいところをね、ちゃんと押さえてください。しかもそれに答えてくださったのは、あんなことの無常寿菩薩一年届けや。結局一年でやる。この
1年の7日ですね、この門の1年、門神の1年で預かるほどの、これほどの無量力不動で、あとの念仏を待たずして、往生は定まるほどの大きな無量力不動、一心不動やと。これが一年の新人の言われ違う。これが一年の新人の言われと、蓮如様が選ばしいとが、一年の新人の言われを知らずんば、いたずらもとになるとおっしゃるんです。だから、あんたはそんだけの力を持ってことあるということですよ。信じて念仏唱えなんだら助からんと、そんな、ね、あのお前念仏唱えたら助けてやろう、またそんなそうなんだら助からんとって、そんな小さな力のあんだんと違うと。聞くだけで助かると。聞くだけで助かるということは、聞かす力までもこれ持ってこざるんですけどね。とにかく阿弥陀様の尊さということが、いっぺんそこへ、目がついたら、もう、後へ下がることのないほどの大きな力の阿弥陀様やと。そしたら、念仏意識があって、それが念仏取れるのならあかんですけど、そんな、泥臭い阿弥陀様と違うんやということで、阿弥陀様という方は偉い、生んだ音は大きいなと、本願力は大きいなということはここ言われるわけですよ。受験先生がもう最後まで言われた、本願力は大きいでなと言われたのはここ言われるわけですよ。聞く1年で助かるほどの大きな物力であり、本願力やとこうして。それが無力不動。そしたら念仏、はい、念仏が出てこらんなら助からんって、そんなもんですよ。そやけど、そのほどの偉人孤独がいただかれから、命がある限り念仏せずにおられなくなって、また念仏が出てくださって、だから真実の信心には必ず名号を不相違、真実の信心は必ず念仏が出てくださっと、これもまあこの孤独ですけどね、いよいよ取り詰めたら、新一年で往生はもう定まりだと。そういうことは、新一年だって自分が死ぬと違う。というか、阿弥陀様に会うたらええんやつ。会う者には助けようがないやんな、阿弥陀様。阿弥陀の顔を見る者にはですね、阿弥陀様が分かりません。阿弥陀様となった人は、さっと言ってた、ね。だから阿弥陀仏を阿弥陀仏と、本当に拝めない人には、復念できない人には助けようがないやん。その阿弥陀仏と阿弥陀様にね、阿弥陀様、阿弥陀様、南無阿弥陀様とお会いするのはもうほんの一年やと。長い時間と違うんだと。地獄の極速とまで言うんだと。そういうふうにして、その信心と念仏を一つにしてお勧めくださったのが伝道大師法然上人ですけども、だからお二人と一緒にして行信を一つにして、行信信行を一つにして、そしてこれを行の姿で伝道してくださったわけです。これはもう当時としましてね、浄土宗を開くときには一般仏教が皆行が仏教とか、仏教は教の宗教やと、教なくして仏教というのはありえんというのがこれ一般の通則ですから、日本においても中国においても念仏宗を開くにあたって最初の時ですからね、小道門が皆教の宗教です。だから教の宗教に対して念仏宗の教を立てなならないと、それで教の姿を持って表に出してくる。その後を受け継がれたのが親鸞聖人やから、その行を実は行の行たるところは真にあると、
言うて、このシーンを開いてくださったんですよ。で、蓮舫様も、この石もちゃんとですね、実はこの念仏は、大事なのは、この三心やと。三心不足の、こういうことは他のところでちゃんと言うてこなるんですよ。三心不足のね、他の料理家では三心と、ね、つまり新人のことですね、うん、その新人の念仏やとおっしゃる。だから念仏の念仏はどこだ、これが念仏やと、これが大事だ、これが大事だ、三心不足なんだ、そんな念仏だから念仏になってしまうんですよ。ところが、後には浄土宗の人たちが、三心不足を忘れてしまって、その念仏だった外側ばっかりを見て、ただ念仏が来たらええと思って、口ばっかり動かしてやる。だから親鸞聖人が、ほら違うと、ほら法然上人お師匠さんの心を忘れていく方や。こちらよりもこちらを大事にしなきゃならない、これを強調してくださって、すごい別解してくださったんですよ。だから信条別解の法門、これが大無量寿経の18巻もそのものなんですね。先進の六章があるとか、あるいはさらに、この大無量寿経の下巻における、18巻成就門、18巻成就門は念仏ないんですよ。信心だけが解いてあるんですよ。だから親鸞聖人は十八願文やけども十八願成就門を重要視されたんです。法然上人は十八願門を表に立てられた。親鸞聖人は十八願成就門についてですね、お釈迦様が十八願をもっと言い直してくださった。十八願がこのように出来上がっとる。だから文言明王新人歓喜の一年で法上間違いないぞよということをお釈迦様が言い直してくださって、それを親鸞聖人がと都合いただく。そして真摯はこりゃと思った蓮舫様。法然上人は法蔵菩薩の本願のところで一首を開かれているんですよ。そういう使い分けがですね、細かいところがあるわけですけどね、やっぱりそれはやっぱり先生について習っていかないと、その違いわけをちゃんぽんしてしまったら、念仏いらんもんやちなこと言うたら、今の人のようにですね、本願寺はようもここまで我々を惑わしてくれたしって怒ってませんけど、惑わしてないんじゃん、惑ってる方は自分が惑ってる。先生は先生についてないから、細かいところ先生に一部指示ついてないからやな。お所業をみんな一緒に読んでるわけですよ。蓮舫さん本年上人の読み方と、立場の読み方と、親鸞上人の立場の等の使い分けを知らずして一緒に読んでました。だから蓮舫さんもおかしいとか、増学さんまでもおかしいとか、そういうことを言わなんならね。だからやっぱそこにですね、浄土真宗は浄土真宗の、やっぱりこの、法脈があるんですよ。伝道の方法があるわけですね、これ。それを教えてくださるのは、やっぱり次第僧侶の全知識と。だから、お料理門の中でな、次第僧侶の全知識の浅からざる五感家の趣って言ってですね、伝承に上手に、我々の上下の次第も、それは教えてくださってるわけです。上下次第上にいきなり直接って、なんか行きますか。そういうところがですね、やっぱ現代人のちょっとせっかちなところがあるわけですよ。読めば分かるって、そんなもんと違うんですよ。お正名っていうのは読んで分かるようなもんじゃないわけですよ。お正名が自分が一人で読めるっていうのはそんなもんじゃないわけですよ。これはどのご修士行っても必ず先生があるんですよ。師匠一番先生やかましい言わん方ですよ。まあ、それは親鸞聖人が、親鸞は弟子にも持たず候っちゅうてやな、ああいう、まあ、ご謙遜な言葉を言うておられるから、それを相撲の良い解釈に
まあ、してしまうんでしょうね。そ、うん、やけど、こんなことになる。やっぱり信頼してもここにも、神様のここにも言うことないように、良き人の仰せをこういうふうに否定してるか、別にさえそうなわけ。やっぱり良き人をしっかり立てておられます、ね。自分が先生がをするという態度は見せられないけれども、この図からやっぱり信頼しちゃう。ああ、もう全知識でしょうから、またそれを後の方々がね、先週の蓮如上人に至るまでずっとですね、本人に至るまで、次第相乗の全知識としてですね、立てておられるわけでしょう。いきなり、文字を読んだら分かるって、そんなもんと違うんですよ。だからこの御門っていうと、この、ただ念仏して見たら人は告げられる前だすべしと、こうおっしゃったからって、ただ念仏ですなぁ、って、念仏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 を忘れならないよって、こういうこと言う。ただ念仏というときには、もう念仏すらも言わないんですよ。ただ念仏というときは、念仏すら忘れてしまった念仏です。自分が念仏しているというようなことを強調しないんですよ。念仏しながら念仏も忘れてしまった念仏ちゃうと、だから念仏を忘れて、ただ南無阿弥陀仏と。信心でもそのと、信心忘れた、忘れて、ただ、ご本願と、阿弥陀様と、これ、蓮如様の、また、進めて、ここをもがいて、そうだと。ただ念仏やから念仏さえしてたらいいって、そんなただ念仏は、これは文字に引っかかりすぎてます。だから、ここに、先生のな、学者でもこの解釈に苦しむとか、あれはまた、説教さんがご用、この文字通りに、どれほど、公釈されたって、もうほとんど間違ってしまうわけですよ。だから法文書の中に、ただ念仏というお言葉は一つもないんですよ。一つもないですよ。だから蓮如さんと歎異抄と、十分違うところなんです。違うたら表やけど、違いますして、表現が違っとるって。それがどこでそういうことになってきているか。それが伝道大師法然上人のおすすめぶり。片っぽは、大無量寿経に基づいた、経行信証のおすすめぶり。その経行信証の中でも、特に真の巻を中心に、座られたのが、蓮如上人の御文書ですからね。だから、表現方法から言ったら全く違うんですよ。違っとって、心は低くなるんですよ。で、この2月号の新人名のところにもありますけどね、伝道大師の念仏というところで御証言が述べられていますわ。9ページですね。9ページのところにですね、伝道大師のご証言とかも出てますよ。で、独自観察礼拝証明三段供養とこう言って、お経を読んだり、阿弥陀様のことや阿弥陀様の浄土のことを心に思い浮かべると。それから、阿弥陀仏を礼拝すると。そして、南無阿弥陀仏を唱えると。そして阿弥陀様を参談し、またお供え供養をすると、人用ご証明をするというね、これ。これみんな阿弥陀様中心の生き方なんで、しかもその中で 4番目の証明念仏が、往生のための症状の坊やと言うて、お勧めくださったのが伝道様なんですね。だから、念仏念仏とおっしゃるのはこれなんです。だって、この称名念仏が症状の功であって、あとの六十観察礼拝と三段供養は情報や。
だからそれは北条のための株上からざるところの行とは違うと。大事なのは念仏、中の4番目の称名念仏よと。こういう点で、ね、ご称名をさせることがあったわけですね。ところがですね、蓮如上人の御文章でですね、浄土真宗におけるところのね、商業と商業に帰するというわけ。商業に帰すということはこのご商業に帰するやな、ご商業の精神をいただくということですね。商業に帰するというは、諸々の造業を捨てて、ただ皆一物を頼み立てまつるばかりになりというですね。ご本性ではですね、証明症状を持ちることもないでしょ。それで阿弥陀仏を頼み立てまつるばかりになるとこうおっしゃって、ここ行ってもらう。だから蓮如上人はもはやですね、ご証明すらですね、形式すらですね、この通りにおっしゃらずで、そのご証明の精神を断っていってしまった。一遍ご本性を見ててくださいよ。それも蓮如上人の上において、まあ、ご証明がですね、皆頼むになってしまってるんですよ。証明症状法が皆頼むになってしまってるんですよ。そこまで、ご文章においてはね、だからもう ただ念仏なんちゅうな言葉もない、いらんですよ。念仏。だから、ただ念仏を持っていくんやったら、ただ念仏は、皆頼むがただ念仏やってこと。だから蓮如さんは、東流は皆を頼むが念仏になるとおっしゃっています。それを無事に念念仏することが王女のために必要やと、こういうふうにどこまでも引っかかっておったらな、これは御文章のおすすめ、親鸞上人の清明心性の伝道ぶりとは違うんですよ。そこの使い分けがな、そう言いながら「歎異抄」にはこういう言葉があるでしょう。だからまあ、そういうところに。わけわからなくなってしまうんですね、普通は。だけど、そこはやっぱりね、先生の指導中ね、良き人の指導がありますと、ちゃんとその使い分けを、一つも、こんがらがらないようにして教えてもらえるんですよね。自分で考えてやったら、もうわけわからなくなるんですよ。文章の中に、これありますけど、ね、ないんですよ。これはまあ第一章なんですけどね。第一章にはね、皆の聖願を不思議に助けられ参らせて、北条をバトムルなりと信じて、ね、そこまで、ね、念仏を申さんと思い立つ心のぼるとき、すなわち摂取者の利益には付け締めたものなるところ。聖願を不思議を信じて、念仏も妄想と、まだ念仏はしてないけど、念仏妄想と言ったら、これから念仏がまさに、称名念仏に出ようとする、その時に、摂取者に扱うと、こう書いてあるわけですよ。蓮如上人は、そんな念仏妄想というようなことを、それもないんです。ほんで蓮如上人の御文章と、歎異抄とは、これどうやと、喧嘩点なんと。歎異抄の念仏を妄想取ったらいかんのか、取ってもいいのか、取ってもいいんやったらなんでこんなもん歎異抄にはついたんだよって、まだこの問題が出てくるわけですよ、ね。これはもう考えさんでもそれがなかったら答えられへんんですよ。ね、歎異抄と清明心抄との味わい一本がありますがね、あれを書かれた当時、先生、その問題を十分取り扱ってもらってますね。何しろあの通りに来られた、科学病棟がやった大江純情さんですよね。まあ、経営新書博士っていうぐらい、経営新書丸上げしてるほどの先生だったんですよ。それが、ただ念仏の問題でね、電車の中で追って、大江さんと喋って、上田さんに聞いた話に仕掛けたで、あんたただ念仏どう解釈するか、言ってきたんで、ただ念仏は
あれは幹部領事教か、大名領事教の精神価値で言い出したら、もう答えられなかった。そして、念仏妄参という、ね、聖願不信を信じて念仏妄参と思うとき、摂取せやと、正常寺二人の蔵に入るという感じになった。念仏妄参がなかったら、正常寺二人に入らんのか。聖願不信を信じただけではまだあかんのかと。それはあかんとも言えへん。ことは何で言ったんや。さあ、そうなったらね、もう、答えられへん。答える人なんてほとんどないし、日本中でございます。広島でも富士修水っていうですね、文化大学の、文学部長もしておられましたし、今日の偉い先生ですよ。私も一回講演聞いたことありました、広島で。受験生、どうないとしても。で、大きなね、歎異抄公は死んだけど、それはもう日本一の大きな本書かれたんですよ、あの人もね。あとは一冊もらいましたね、広島の人から。そしたらね、その時に、つい博士が神戸来られたとか、あれになってね、富士山のところで大田とかで、で、富士山、結構の本が出ましたな、ちって、おめでとうございますって言ったら、ああ、ちって、ありがとう、ちって言うと。時に富士山、念仏妄参と思う心の起こって、あれどう解釈しますか、ちって。言ったら、もう富士山もさすがに賢いから、下手に言うたら、突っ込まれるとか、そういうことも答えなしやったりして。それくらいも、難しいなと。五文書だったら、念仏妄参が脳って、ここで、法上一条を出すけ事情なんですよ。歎異抄はそれがついてるわけです。ただなんで歎異抄にはついておるんか。五文書はなぜこれいらなくていいねんと。いらんもんつけたんかと。それを見事に解釈してくださったのは桂先生ですよ。歎異抄は幹部領事教の官僚部門に座ってあると。念仏はこれが問題になって、関東の同業が迷って、それで親鸞聖人のとこまで訪ねに来たんですよ。元を正せば、一元聖人が念仏無限を言うたもんですからね。だから念仏が地獄の種やというようなことを言うもんやから、お同業さんが驚いて、念仏の問題を聞きに来たんですよ。それからこの念仏の問題が初めから島で、歎異抄には問題の課題として出てくるんですよ。この人はそんなもんないわけ。この人は清明神将に座ってござる。清明神将は大無領事教に座ってござる。大無領事教の、桃明王神神官儀の一年で即徳王城というてあるわけです。その念仏もあって王城と違う。聞くだけ聞く一年で助かるほどの阿弥陀様のご本願に預け、三世諸仏が十七願でお三段なさっておる。だから我々としては阿弥陀様の孤独家臣を頼むだけで、もう北条一条の助け事情やと。それから今の念仏は、ね、出たら結構ですよ。看板が出るものですけどね。それは念仏してから初めて北条一条と違うと。だから、道本師匠にはそんなこと書かんでもいいやと。書いたら、むしろ、打足になるんやと。せやけど、そんだけのことを、ね、言い破ってくれた、師匠学者が一人もないしって言って、私は一人なんですよ。それは歎異抄の東京の新書の味わいの中にも出されておりますし、それから英文の歎異抄の終わりの方にですね、日本文で歎異抄に関する加藤先生の解説が載せられています。その他、歎異抄の真髄の中にも、それは引き伸ばしてますけどね。そういうことになってきますとですね、アジアで科学の人の方でも、よう答えられないほどの問題になってくるんですよ。で、先ほど言った人が科学論言って突っ込んだら、もう答えてくれなんだと。問いを出したけど答えてくれなんだ。答えてくれんと、あんたの考えは間違っとるって、どこが間違ってますか、
紋章見てくださいって言って突っ込んだら、もう僕言わない、言わんけど、あんたは仕事って、それだけしか言わないって言うてるね。裏付けのない間違いっていう、裏付けなしで間違うというなんて、あまりにもバカにしてるって怒ってましたけどね。そういうのって、まあ、その反論を決まって勉強してますけどね。まあ、あの方が七十八十になられたら、またそのうちに、大きなものに出る、目が覚めるっていうか、覚めるっちゃ失礼やけど、気づきなさるやろうと思いますけどね。だからこの問題、これは非常に、ここに書いてある、ね、一般の設計をしないということと不利害な人、これを対策、これを正しく解釈する人は少ない。これは俺はできないと思うんですよ。まあ、一般の方にこんな、そんなことはいらんと言うようやけども、そうじゃないんですよ、やっぱり。知らんてる間にですね、俺も出が悪いとですね、今度大丈夫やろうかって言うて、自分の心がぐらつくということが、やっぱりこれが分かってないということなんです。この根っから骨骨が、それほどにありがたいありがたいって言って念仏が出てくださらん、これで私信じないのと違うやろかって言って、そういう問題にも引っかかるわけです。ほんとは念仏が出たら、それで安心するし、出たら安心し、出なんだら心配するし、これやっぱりですね、こういうものに影響されているということ。だから、阿弥陀様の、ね、この本願の、この仏やな、本願力なお阿弥陀仏、偉人孤独不可思議という、ここに座ったらですよ、出たらよし、出なければよし、そのくらいのですね、大腕になって乗ったような気持ちに なれなんだら、阿弥陀頼んでへんのですよ、ね。自分が念仏が出たら喜んで出なんだら、まだ私はあかんねやろうかしなことを言うて、心が、自分の心が寂しがるようになったらね、引っかかっているわけです。自分を頼んでるんです。自分の心を頼んでるんです。だからこの、真剣と念仏という問題はですね、何もこんな学問的に自分という点と違うんですよ。実際自分の心の中で、葛藤しようんですよ。なんかありがたいと念仏が一人で出て喜んでるけど、ありがとうないときは念仏出んと、出んときには心が自分の心も暗くなるわけですよ。お風呂でも張ったら念仏が出るし、プロ念仏そういうところもですね、やっぱり訓練しとかないかんですよ。念仏が出てもよし、出なければよしという、野田さんが褒められたらそうですよ。念仏未来中将軍持っとるんですよ。これが如来様のな、そこのそこまで見てござろう、腹の中まで見てござろう、見られたわな姿ですし、お前言ったら念仏嫌いなんですよ。自分の腹をよう、阿弥陀さんの光に覆って照らされて自分を見てごらんなさい。自分は念仏好きやと言える人は一人もないはずなんですよ。もし私は念仏が大好きですってなこと言ったら、これはうのぼれてるんですよ。文部自分はそんなもんと違うんですよ。原神画商までが念仏物を切れどもとおっしゃって、念仏は面白くない心が弾まんと言うてき、旅行予防本の中にですね、原神画商までが念仏物を切れどもとおっしゃって、だけど、その念仏が出てくださるのよ。自分がどうやってんと違うのよ。そういうことだな。だから、あんたあんたが好きかって言ったら好きやって言う人が多いか知らんけど、ほんま言ったらあんたが嫌いなんですよ。さっきのケリス、さっき話してくれて。樹木作るところの明太子っていうものがやな。樹木上手に作るところのその、名工中か名大工ですよ。技術者ですよ。上手な樹木をこしらえると。
ていうと網の半から逃げてばっかおるんですよ。ほんま言うたら網の半嫌いなんですよ。だから網の半から追いかけて、追っかけてね、もう逃がさんぞって言うて追っかけられたのが今日の皆さんです。我々の接種者というのは逃がるものを追っかけて捕まえられることやつ、これを連絡書に残って意見にあります、ね、私大人が好きですって、まあ好きに好きな心ももろたやんけでな、好きな心ももろた心はです。好きということは言えてもね、実際の本音から言うから嫌いな心なんですよ。だからここでやんだ一日置きをこれほど好きやったら一日置きをあげてみって言われたらもう感じていけないんですよ。比叡山のね、あの信用があるね、三つの苦があるそうです。寒さと貧乏と、もう一つはお経ばかんやならんですね。この三つの地獄へ来ていてますね。昔からそうです。だから、ここで一日お経ばかんやされたらね、もう逃げとってかなんですね。で、坊さんが一番辛い仕事ないから、お経あげることで、それ一番かなんですよ。これ終わりやねんですよ。自分の職業となったら、逃げてんそれは、お経にも結構言いますから。この辺はどうか知りませんけどね、いらんこと言われてないけど、大分県の方のな、ご飯と一緒の時に言います。ほんとね、50軒ぐらい回るやんからな、もう50軒以上回るんだったらもう本当に嫌になりますよ。長いお経をあげない。それとも、ただ大阪の人がね、わしは100軒ほど回るとか言ったら、あったら100軒ほども嘘や、100軒の早回りなんかできるはずないって言って、まあ、ご飯同士が言い出してましたけどね。それはね、お経地獄っていう言葉があるんです、坊さんの仲間では。そのお経さんありがたいって、こう言い持ってやな、お経地獄っつってね。そしたらその正体、お経を一番嫌いっちゅうて。ということは仏さん嫌いっちゅうて。お浄土も嫌いっちゅうて。お浄土も毎回地元でお浄土を拾ってるし、ね。そんな嫌いな性分持ってるやつを、仏様の、これでお浄土を願わしめてくださるんですよ。これ物理的によって浄土を願う心が生まれるんですよ。自分の心が浄土に向かうようなそんな小さなものがありません、ね、だからお寺に参る足も心もみんなもらいもんやち、ごゆっくりやと、私の方は逃げたいばっかり、地獄が好きやち、好きどころでね、地獄までこしらえてるし、一日に8億千の思い、みんな地獄の谷やつやから、だから一日に8億千の地獄ができとるんですよ、もう言うたら。これは道徳年寿の楽しみに書いてある。人間の思いは、一年に8万千の思いや、1億に8億千の思いがある。みんな地獄の方やつって。あと1日に8億千の、ね、地獄ができてます。80まで生きたらだいぶできてますね。80まで生きたらなんかだいぶ、もう計算機に入らへんわ。それを阿弥陀さんがそのところやってたまるかって言ってな、こっち引っ張ってくださるんですよ。それで見事こっち引っ張り込む力を持ってくださるんやから、阿弥陀様でありがたいお方やなと、阿弥陀様のお金になればこそとなったら、これが阿弥陀様のお世話でした。中途半端か知りませんけどね、向こうになりましたからこのぐらいでやんとなんと、いや、お世話しました。